マックス・ゴバーマンはアメリカ出身の指揮者、フィラデルフィアの生まれ、カーアーティス音楽学校でレオポルト・アウアーにバイオリン、フリッツ・ライナーに指揮法を学ぶ。1938年にはヨーゼフ・シゲティの共造曲録音に伴奏指揮者として参加した。1939年のバレエ・リス・ド・モンテカルロの公演でデビューを飾る。1941年に マジェスティック劇場でデビュー三人の諸女と悪魔等を指揮してブロードウェイデビューを飾った。1944年にはレナード・バーンスタインのオン・ザ・タウンの指揮を担当。以後、1947年にはモートングールドのビリオン・ダラー・ベビー。1948年にはフランク・レッサーのチャーリーはどこだ ?1951 年のアーサー・シュワルツの ブルックリンに木は育つ、1958年にはバーンスタインのウエストサイド物語、1961年にはジェリー・ハーマンのミルクとは緻密の各ミュージカルの初演を指揮した。また1948年にはベガーズ・オペラを自らオーケストレーションしてブロードウェイで演奏し、またキューバ国立バレエ団の初舞台の指揮もしている。1960年に フランツ・ヨーゼフ・ハイドンの公共曲全集の録音を計画して着実に録音を重ねていったがウィーンで急成したため計画は頓挫してしまった。ありがとうございます。